大久保が突破を見せる。中村健吾、試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がり疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。いやー、キャプテンが決めました。チームに勇気を与えるゴールになりましたね。